アンピコ演奏再生ピアノはニューヨーク州イース・トロチェスターに所在したアメリカのピアノ製造会社であった。高品質の自動ピアノの生産を始めたことで知られていた。アンピコ社は1908年にボルチモアの WM ・クナーベ・ c o の日後の下でボストンのチッカリング・サンズ・とロチェスターの AN ブラザーズ、マーシャル・ベンデルおよびホスター。 アームストロングカンパニーが合併して設立された。1913年からアンピコはデュオ、マイナスアート及びウェルテミニオンと共に自動ピアノの主要生産者の一つであった。自動ピアノと再生機構はチャールズ・フラー・ストダードによって設計された。セルゲイラフマニノフやレオー・オンスタイン、ミニ・フレットマクブライド、マーガレット・バラビといった 多数の著名なクラシック及びポピュラーピアニストがアンピコのために録音し、彼らのピアノロールは19世紀及び20世紀初頭の美的及び音楽的活動の遺産である。1929年までにアンピコは根本的な経済的混乱に陥り、最終的に自動ピアノ及びオルガンの製造会社であったエオリアンカンパニーによって買収された。エオリアン、アメリカン、 コープと呼ばれたこの合併した会社は所有者を幾度か変えながら1985年の破産まで続いた。アンピコの衰退にもかかわらず、アンピコ社は公式には1941年まで廃業しなかった。最後のモデルはアンピコスピネット自動再生ピアノであり、自動ピアノのすべての機能を備えていたが、495ドルの低価格でも販売は失敗した。 1918年5月、アメリカンピアノカンパニーの音楽ロール部門が分離し、それ以降はニュージャージー州ベルビルを拠点とするリズモジェクミュージックコーポレーションとなった。元々は地域の数十の自動車販売店を生んだ運送会社からディスパッチと名付けられた街は20世紀の大半は大手音楽製造企業の発祥の地でもあった。ニューヨークセントラル鉄道線路と 商業街路との間に位置し、ヘンリー・アイブズによって設計された25万平方フィートの大建造物は、鉄筋コンクリートで建築された、米国発の工業用建物であった。その上質の職人技で知られた、アメリカンピアノカンパニーは1920年代中頃まで、世界最大のピアノ販売、製造業者であった。アンピコピアノの人気は、 経済成長と写真やラジオによって刺激された音楽への関心の高まりのおかげで1920年代に頂点に達した。国中のピアノ生産者は1930年代に流行っていけなくなった。1923年には米国で34万7千台を超えるピアノが購入されたのに対して8年後にはわずか5万千台にまで減少した。ありがとうございます。